はい、速稼塾の久保です。皆さん何かと景気の悪い時期だと思います。本当に思いもかけないねトラブルってのが世界を襲っていますし、今回のことは例外なく、ほぼ例外なく、全ての業種、全ての人に関わるような不況だと思うんですよ。おそらくですね、これ第2次世界恐慌と言えるんではないかなと思います。きっとですね、失業者が1000万人ぐらい日本で出るんじゃないかなと思うんですよね。どう思われますかね。ちょっとオーバーですかね。1000万人ぐらい失業者出ると思いますよ。当然ですね、まあ自殺されたりとか、それから犯罪に手を染めたりって方がますます増えて、日本人同士が憎しみ合うような1年になるか、もしくは助け合えるようなね、そんな1年になるのか、大きな人間性の分かれ目になってくるんではないかなと思います。はい、それでですね、まあ少しでもダメージがないようにということで、まあ私はね、今回政府が進めている貸し付け、まあ借金なんですけども、利息がほとんどないっていうことと、保証人がいらない、で法人で借りる場合も代表者のその連帯保証がいらないということでね、結構異例な融資制度だなと思います。まあお金を借りることなんで結局返済が来ますから、例えば今のショックがですね収まらなければ3年ぐらい続いちゃうと、当然売上の見込みがないのに返済だけ残るみたいな悲惨な状況になりますんで、まあそこはね計画的にしていかなくてはなりませんけども、まあとにかくね、金利がないお金が借りれるっていうのは一つのチャンス、要するに最初から利益が確保されているようなもんなんで、まあ検討しない手はないかなと思うんですよ。そこで皆さん目の前に見えてると思いますけども、どんなね緊急対策でお金が借りれるのかってことを一覧で紹介したいと思います。まず個人向け緊急小口資金等の特例ですよね。これ特例です。上の方にね、緊急小口資金というのがあります。どんな方が対象かというと、1世帯につき原則10万円以内で貸し付けてくれると。個人事業主をされている方は20万円以内ということですね。まあはっきり言って焼け石に水ですよね。こんなの借りてもどうするんやって話ですよね。で、措置期間が1年なんで、1年間はまあ金利がつかないよってことですよね。で、償還期間が2年以内なんで、2年以内に返せってことですよね。あんまり現実的じゃないですよね。金額もしょぼいし、返す期間が短いですね。で、無利子貸し付けということですね。返済期間経過後は年利 3% の利子が発生するよってことなんですけども、10万とか20万借りて、逆に言うとですね、なんか2年とか返せないってことあるのかな。まああるかもしれないですね。まあそうすると 3% 利息取るよってことですよね。はい、次、総合支援資金っていうのがあります。生活支援金、単身世帯は月に15万以内で貸してくれると。で、複数人世帯、2世帯とか3世帯住宅ですね、これは月に20万以内貸してくれると。住宅入居費っていうのが40万以内で出るよってことですよね。なるほど、引っ越しとかに出るやつですかね。一、生活再建費、まあこの辺はね普段からあるんですけどね、社協とかに行って取るやつだと思いますけども、50万円以内で、出してくれると。で、措置期間が1年以内で、償還期間が10年以内ということですよね。まあこれはゆとり持って返せるやつかなと思いますけども、10年以内に返さないと 3% の金利が発生しますけども、さすがに10年間そんなに稼げないような期間があるとも思えないんで、まあこういうのでね、資金的にちょっと楽にならないか、でもこの金額じゃ、まあ必要だと思ったら借りたらいいんじゃないかなと思います。で、狙うのはね次なんですよ。新型コロナウイルス感染症特別貸し付けです。国民生活事業ってやつですね。融資限度額が6000万なんですけども、1500万ぐらいまでは結構簡単に審査が実行されます。で、年利は あるんですけど 0.94 だったから、まああんまりないです。で、まあ下にちょっとした条件書いてますけども、あの担保がいらないっていうのがポイントですよね。通常担保が必要だったりするんで、なかなか審査通らないけどもね。で、こちら国民生活事業をクリックするとこういうふうに出てますね。住宅政策金融公庫ね。で、国民生活事業でしょ。ここ要件が書いてますんで、しっかり読んでいただければと思います。そんなに長くないでしょ。で、中小企業をされている方はこちらの方で中小企業の支援事業をやればいいと思います。償還期限もほら15年とか20年でしょ。で、5年間は据え置きです。結構いいんじゃないですかね。私これ申し込んで1億円ぐらいをちょっと借りようかと思いますけどね。直接貸し付け3億円でしょ。私に1億円渡せば1年で2億円にして即返済して1億円の利益を稼ぐみたいなことできると思いますんでね。
はい、次ですけども、特別利子補給制度の併用による実質的な無利子化融資ということですね。これはちょっとよくわかんないやつですんで、私も読んでみようかと思います。まあ、返済した利子について、公庫以外の実施機関から利子補給を受けることで、利子が実質的に無利子になるということですね。で、中小企業事業っていうのも3億円の限度ですね。結構、まあいいですよね。で、もう最後が特別利子補給制度っていうのがありますね。まあ、これはね、結構使えるものが多いかなと思いますけども、これが一番いいんじゃないかな。生活、国民生活事業。これの、これ URL をですね、住宅政策金融公庫のページの URL を動画説明欄につけておきますので、そちらの方をね、ご覧になってみてください。これ私も書類書きましたんで、まあお見せできると、お見せというか内容はね、ちょっと見せられないですけど恥ずかしいんで、どのぐらいの分量なのかってことは以前の動画で、お示ししてますけども、そんなに多くないです。本当に、今までの融資のことを考えたらむちゃくちゃ簡単ですね。これは楽ですね。まあぜひね、当面の資金の見通しが立たない方は、1000万円ぐらい借りて、余裕を持ってね、FX の勉強する自由を手に入れたりとかすればいいんじゃないですかね。はい、まあ不正利用のないようにお気をつけください。本日は以上です。